皆さん、こんにちは。今日は伊藤ゆかりさんのことについて紹介します。まずは伊藤ゆかりさんの経歴とプロフィールから紹介します。第一線で活躍してきたポップス歌手の伊藤ゆかりさん。今回は伊藤ゆかりの感情的な生活、歌手としての人生経験、そして彼女の健康状態について見てみよう。伊藤ゆかりさんが歌う曲の数々がヒットし、年末に行われる紅白歌合戦に何度も出演されていました。伊藤ゆかりさんは1947年4月6日東京都品川区に生まれます。本名は伊藤信子さんと言われます。伊藤ゆかりさんは幼い頃から歌が上手で、6歳の頃東京の聖路加国際病院で歌ったのをきっかけとして進駐軍で歌うようになりました。伊藤ゆかりさんの歌は兵士たちにとても喜ばれましたが、伊藤さんは表情豊かに歌うのが苦手で、直立不動で笑顔も出さずに歌っていたのだそうです。11歳まで進駐軍で歌い、その後1958年キングレコードからクワイガワマーチでデビューします。出身校は杉並区立高井戸第二小学校、私立立正中学校、関東学園女子高校です。1963年テレビ番組スパークショーで中尾美恵さん、園真理さんとトリオを組んだ三人娘で人気者になりました。1965年にはサンレモ音楽祭に日本人として初めて出場します。そして1967年小指の思い出が爆発的ヒットし、日本レコード大賞歌唱賞を受賞。翌年も恋のしずく、朝の口づけ、知らなかったのと次々とヒットを飛ばします。1969年には NHK 紅白歌合戦の赤組司会を担当することに。2002年初ライブを成功させ、その年 J-POP の名曲をカバーしたアルバム Touch Me Like Uri を発売します。2003年にはそれらの功績により第45回日本レコード大賞功労賞を受賞します。2005年40年ぶりに3人娘を再結成し、メモリアルコンサート日本を元気にと題したコンサートを全国で展開し、第49回日本レコード大賞企画賞を受賞。同年還暦コンサートも開催します。2012年には3人娘50周年記念コンサートメモリアルコンサート日本をもっと元気にを全国で開催。翌年2013年には歌手生活60周年記念コンサートを開催します。そして現在もステージで歌ったりテレビに出演したりと精力的に活動を続けておられます。もう70代なのに素晴らしいエネルギーですね。伊藤ゆかりさんは1960年にテレビ番組で話題となり、アーティストとしても活躍。そんな伊藤ゆかりさんをネットで調べると、伊藤ゆかり現在が一番上にできます。こちらは検索された回数が多いワードが一番上に来る仕組みとなっており、伊藤ゆかりさんの現在が気になる人が多いようですね。テレビへの露出は少ないようですが、どのような活動をされているのでしょうか。伊藤ゆかりさんは現在このような活動をされています。コンサートの開催、ラジオ出演、テレビ出演。伊藤ゆかりさんの現在の活動内容を一つ一つ紹介していきます。1、コンサートの開催。伊藤ゆかりさんが開催されているコンサートはこちら。2022年9月、伊藤ゆかりコンサート2022デュオで親子でライバルで、毎年、娘のゆみさんと一緒にソロコンサートをされているそうです。そんな伊藤ゆかりさんはコンサートイベントにも出演されています。数々のイベントに出演されており、歌手としての活動を継続的に行われています。2、ラジオ出演。伊藤ゆかりさんの出演されたラジオ番組はこちらです。TBS ラジオ、ラジオで語る昭和のはなし、ラジオ関西、時子と八重の地球に乾杯。ラジオではあまり知られていない楽曲に関するエピソードなどを話していたそうです。伊藤ゆかりさんの声が生で聞けるので、ファンにとってラジオ出演は嬉しいですね。3、テレビ出演。伊藤ゆかりさんは1971年、24歳の時に結婚されました。割と早いですけど、結婚したら歌がやめられる
と思ったのだとか、その頃はまだ歌が楽しいとは思えなかったのだそうです。夫は歌手の佐川光雄さんでした。伊藤ゆかりさんは夫、佐川光雄さんとの間に2人の子供を設けました。しかし諸事情があり1976年に離婚することになりました。伊藤ゆかりさんは結局また歌手として復帰することになります。ゆかりさんと元の佐川光雄さんは仲が悪くなって離婚されたのではないようです。その証拠に2016年佐川光雄55周年記念コンサートで佐川さんは伊藤ゆかりさん、娘さんと共演されました。翌年は徹子の部屋に伊藤ゆかりさんと元の佐川光雄さんが一緒に出演されています。さらに昨年は伊藤ゆかりさんと佐川さん、それに娘さん3人で出演し話題になりました。したがって伊藤ゆかりと元旦那の現在の妻が緊張関係にあるとも真顔で言うことはできない。伊藤ゆかりさんと佐川さんの娘さんのお名前は久美さんと言われ、2002年に発売されたゆかりさんのアルバムの中で初めて母子デュエットを果たしました。その後2008年に由美という芸名で歌手としてデビューされます。娘の由美さんはお母さんゆずりの美しい声を持っていらっしゃいます。伊藤ゆかりさんは一度大きな病気をされました。鼓膜が破れて耳が聞こえなくなったのです。歌手なのに耳が聞こえなくなるなんてどんなに辛かったことでしょうね。でもそのおかげでいいこともありました。耳の病気から回復した直後、今まではうるさいとしか思わなかった街の騒音でさえ新鮮に聞こえ、音って素晴らしいと再認識できたのだそうです。その経験があったからこそ今も聴く人を感動させる歌を歌い続けることができるのかもしれませんね。また2015年には声帯炎で声が出なくなるということもありましたが、こちらも本人の努力と周りの人々の支えで乗り越えることができました。股関節の調子が最初におかしくなったのは2015年の夏のことでした。前触れのようなものは何もありません。まさにある日突然でした。その朝、仕事先への飛行機に乗る前に足が痛いと思っていたところ、右足を地面につけただけでビリビリとものすごい痛みが走りました。翌日にはさらに痛みが増し、心配した主催者から伊藤さん、車椅子を用意しましょうかと気遣われるほどひどい状態になってしまったのです。あの痛みは経験した人でないとわからないと思います。なんと表現していいかわからないほどの耐え難い激痛でした。ステージの真ん中まで歩いていき、歌を歌い、舞台袖に引っ込むというたったそれだけの動作をすることが本当につらかったのです。公演を終えて受診したところ、大腿骨頭壊死という診断でした。私の場合、仕事でハイヒールを履くことが多く、もともと体のバランスが悪かったのかもしれません。こうしたことが積み重なって、ある日突然症状として現れたのでしょう。ただし、この最初の痛みは痛み止めなどを飲んでいるうちに1週間ほどで一旦消えたのです。もちろん症状が根本的に治ったわけではありません。その後痛みはぶり返しました。良くなったり悪くなったりということを繰り返しながら、私は股関節の状態がだんだんひどくなっていくのを感じていました。その翌年の夏になると、ほとんどまともに歩けない状態になっていましたが、手術にはどうしても抵抗がありました。しかし骨が粉々に砕けたレントゲン写真を見せられた時、私にもこれは手術するしかないと分かったのです。次に伊藤ゆかりさんの父親と兄弟について見ておきたいと思います。伊藤ゆかりさんの父親は伊藤健吉さんと言われ、バンドでベースを弾いておられました。父親のバンドは進駐軍で演奏していたので、伊藤ゆかりさんも進駐軍で歌うようになります。父親のバンドのマネージャーの方がゆかりさんの歌唱力に目を留めたのだそうです。伊藤ゆかりさんの母親はゆかりさんが5歳の時にはもうおられず、その後ずっと父親がゆかりさんと兄弟を育ててくださいました。歌を教えたのも父親で、父親はゆかりさんに英語の歌を徹底的に教えたそうです。当時ゆかりさんは人の前で歌うのが嫌いだったのですが、
その頃はまだ珍しかったコーラやハンバーガーなどに釣られて歌っていたのだそうです。ゆかりさんの父親は優しい言葉を娘にかけるような人ではなく、褒められたことは一度もなかったそうです。だからゆかりさんはコンサートに父親を呼んだことはありませんでした。でも父親はこっそりと見に来ておられたようです。そんな父親ですが、亡くなる直前に一度だけ感謝するよと言ってくれたのだそうです。心の中ではずっとそう思っておられたのでしょうね。伊藤ゆかりさんの兄弟は弟さんが一人おられます。父親葉ゆかりさんと弟さんを一人で育ててくださいました。70を超えてもなお若々しく美しく、その歌声で多くの人を楽しませることができるなんて、伊藤ゆかりさんは本当に素晴らしい人生を歩んでおられますね。また娘さんと共にステージに立って歌うことができるとは、なんて幸せなことでしょう。伊藤ゆかりさん、どうぞこれからもますますお元気で活躍してください。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。